シム便利すぎます。長期休みに海外旅行に行くことが決まったあなた、現地に着いてからのインターネットどうしていますか？ポケット Wi-Fi 使っていませんか？今回の私の動画でイシムの便利さを知ってもらって、私がこのヨーロッパ暮らしの4年間で感じてきたストレスを皆さんが味わわないように、イシムの登録方法から使用方法までしっかりと説明するので、ぜひ最後まで見ていってください。不明点ともっと知りたいことがあったらコメント欄で教えてください。まず普通の SIM カードと eSIM の違いについて、 SIM カードの SIM っていうのはサブスクライバーアイデンティティモジュールって言われる英語から来ている単語ですね。簡単に言うと SIM カードっていうのは携帯を使っている人の情報などが記録されている小型の IC カードです。一方 eSIM っていうのはエンベデッドっていう意味のE ですね、組み込み式とか埋め込み式っていう意味があります。 eSIM はあらかじめ自分の携帯の中に入っている SIM カードの情報を書き換えるだけで、 SIM カードの抜き差しと同じ役割を果たします。eSIM のインストールを行う上で前提条件として確認してほしいことが2点あります。1点目に、お持ちのデバイスが eSIM に適用しているかの確認です。かつ SIM フリーになっているかどうかの確認です。私自身ソフトバンクを愛用していたんですが、海外に行く際に店頭に行って SIM フリー設定をしてくださいっていう風に頼んで、ソフトバンク以外の SIM カードも使えるようにする設定をしました。こちらはお使いのキャリアによって設定解除方法が異なるので、各自でご確認していただきたい事項なのですが、eSIM に対応しているのかっていうのと、 SIM フリーになっているかっていうのを確認してください。2つ目、安定したインターネット環境にあることです。スムーズに eSIM をインストールするために Wi-Fi 環境の下でステップを進めていくことが推奨されています。まずこちらのアプリを開きます。アカウントを持っていない方はこちらの新規登録から始めます。名前とメールアドレスを記入してパスワードを設定します。自分のメールアドレスに確認コードが届きます。4桁のコードをここに記入します。新規登録が完了しました。ストアというボタンからトップページに行くことができます。 eSIM にはローカル、リージョナル、グローバルの3種類があって、ローカル eSIM はこのようにたくさんの国のものがあります。アメリカを選択してみるとこのように表示されます。有効期限は7日のものから15日のもの、30、90、180日まで選択することができます。滞在日数や予算、データをどのくらい持っておきたいかというところを基準に最適なプランを決めてください。 eSIM タブの上に検索タブも存在します。自分が eSIM を使いたい国を検索すると、その国で使用できる eSIM のプランを提示してくれます。国ごとにデータの料金とかプラン設定は異なっています。アメリカっていう風に検索してみるとこのように表示されます。こちらの北米プランの中にはアメリカ、カナダ、メキシコが含まれていて、アメリカ留学とか旅行の際にカナダやメキシコに行く際にとても便利な eSIM になっています。ちなみにスウェーデン、デンマークはこんな感じです。海外に長期滞在されている方はこのように日本の eSIM を使うこともできます。日本の eSIM はもしもしっていう名前です。1ギガ 4.5 ドルから2ギガ、3ギガ、5ギガ、10ギガ、いっぱい選択肢があります。たまたま発見したんですが、今日本の eSIM を買うと 50% オフで10ギガが購入できるようです。こちらのセールは2024年1月1日まで、冬休みに一時帰国される方、おすすめです。ちなみにアメリカのプランも 50% オフになっているものがありました。アメリカに行かれる方はぜひこちらもチェックしてみてください。リージョナル SIM は選択した地域で eSIM のインターネットを使うことができます。例えばヨーロッパを選択するとこのようにデータ有効期間が異なる様々なプランが出てきます。通信エリアのここをクリックするとヨーロッパのリージョナル eSIM でカバーされる国が出てきます。イギリス、フランス、ドイツをはじめヨーロッパほとんどの国がカバーされていて、北欧、デンマーク、スウェーデン、ノルウェー、フィンランドもこのリストに入っていて、ヨーロッパ周遊の際にすごく便利な eSIM です。続いてグローバル eSIM、 こちら私使ったことないんですが、この中のプラン1つ購入するだけで130カ国の国でそのインターネットが使えるっていう風になっているらしいです。世界一周している方に最適な eSIM です。それでは eSIM の購入方法を紹介します。私は今回冬休みにオーストリアに行く予定があるのでオーストリアと検索します。いろいろプランありますが、今回は30日 3GB 6.5 ドル約900円ぐらいのプランを選択します。購入の画面に進むと
ここに利用できるチャージパッケージというのが表示されます。これは何かというと、購入した時のここで言うと3ギガを30日の中でも使い切っちゃったっていう場合に、また新しいデータを追加で購入したいっていう時に選択できるプランになっています。こちらの追加情報の欄からは、購入する eSIM がどこのインターネットに接続されるか、オーストリアの場合はドライと言われるキャリアのインターネットに接続されます。次に決済の方法を選択します。新しいカードを追加する場合はここを必要な情報を入力します。ここすごく重要なんですが、もし次海外旅行に行かれる際にこちらの動画を見て、あ、この eSIM 使ってみようって思って登録される方、ぜひこちらのクーポンコードを使用してください。こちらのクーポンを使用すると3ドル引き、日本円で言ったらだいたい500円ぐらい割引でプランを契約することができます。ここをクリックするとクーポンコードを入力することができて、このように紹介コードを入力するとプラン購入の際に割引を受けることができます。こちらのクーポンコードを入力したからといって私に個人情報が来るわけでは全くないのでご安心ください。それでは右下の注文完了ボタンを押します。少しすると注文完了画面になって、登録した E メールアドレスに注文完了メールが届きます。詳細はこちらのページから確認することができます。この eSIM にはロイヤリティプログラムっていうのが存在して、購入金額に応じてノーマルトラベラー、シルバー、ゴールド、プラチナまでレベルに応じて購入金額の一定の割合がキャッシュバックされる仕組みになっています。 eSIM 購入後、画面真ん中下のマイ eSIM というところをクリックすると、自分の購入した eSIM の履歴を確認することができます。こちらの青2つは以前私がアメリカで使用したものです。今回購入した eSIM の詳細ボタンをクリック。こちらのページからは購入したギガ数の残量を確認することができます。実際使って3ギガ使い切っちゃったよっていう場合は、下のところからチャージパッケージを購入することができます。それでは実際に eSIM をインストールしてみましょう。まずこちらの手順を表示をクリックします。ここにいっぱいステップがコマコマと書いてあるんですが、読むのがめんどくさいと思うので、クリックが必要なところをこの動画で見せるので、私と同じように操作してみてください。まず準備について説明します。ダウンロードする方法として3つあります。1つ目ダイレクト、2つ目 QR コード、3つ目マニュアル、手動ですね。次にここの eSIM をインストールを押します。そうするとこのような画面が出てくるので、次へを押します。もう一度次へを押します。そうするとこの画面になるので、右下の eSIM をインストールというボタンを押します。しばらくするとこのような画面が出てきます。続けるボタンを押してアクティベートが始まります。インターネットのスピードにもよりますが、ここのアクティベートには数分間かかるというふうに言われているので、何も操作はしないで待っていてください。アクティベートが完了するとこの画面がこのように切り替わります。続けるボタンを押してデフォルト回線を選択する画面になります。ここの画面は後からも設定でカスタマイズできるので、そこまで心配する必要はありません。今使っているネットワークを使いたいのでこちらを選択します。現在お持ちの電話番号で iMessage と FaceTime も使用していて、同じ番号をキープしたいという場合はモバイルデータ通信を選択します。ここの画面すごく気をつけていただきたいんですが、モバイルデータ通信の切り替えを許可、ここのボタンはオフのままにしておいてください。なんでかというと、現地に着いた際に自分の日本の SIM カードが海外のネットワークに接続されることを防ぐためです。 eSIM を使用する場合はここの切り替えを後ほど手動で行うので覚えておいてください。これで eSIM が正常にインストールされましたと表示されたらインストール完了です。インストールが完了した後はここの画面がこのように表示されるんですが、これは心配ありません。端末の設定に移動します。設定のアプリからモバイル通信を選択します。このような画面になっていて、こちらの副回線が今回購入した eSIM になります。名前が副回線のままだと分かりにくいので、ここを選択して旅行とする風にもできます。このようにeSIM の名前をカスタマイズすることもできます。最初はここ2つどちらもオンになっている状態です。ここをクリック、こちらの回線をオンにするっていうところがデフォルトでオンになっているんですが、ここはオフにしておきます。そうすると自分の主に使っているキャリアの方がオン、オーストリアというところがオフになります。日本から出国する前に必ずやらなきゃいけない作業、自分のいつも使っているモバイルデータ通信をクリックして、この回線をオンにするをオフにします。こうすることによって海外の空港に着いた時に自分のキャリアが自動的に海外のインターネットを拾ってきて高額請求が来るなんてことを防げます。
続いての作業がとっても重要なので意識して見ていてほしいのですが、実際に海外に着いた際、事前にインストールした SIM をどのようにアクティベートさせるかについてです。私が実際にオーストリアに着いたら、ここのオンオフを逆にします。どうやるかというと、オーストリアの eSIM を選択します。ここのオフになっているところをオンにします。インターネットがこのように表示されて、少ししたらインターネットが使えるようになります。購入した eSIM の回線をオンにした際に、こちらのデータローミングのところがオンになっているかも確認してください。回線をオンにするがオンになっていても、データローミングがオフになっていたらインターネットがつきません。電話番号がついてこないので、そこが心配になる方がいるかもしれません。なんですが、 LINE、WhatsApp、FaceTime、 インターネットがあれば問題なく使用できるので、ここもデメリットにはならないと思います。私の動画を初めて見てくださっている方、いつも見てくださっている方、ありがとうございます。こちらの動画が役に立ったと思ってくださった方、ぜひこちらのいいねボタン、チャンネル登録をお願いします。ここだけは絶対覚えていてほしいんですが、私もすごい心配だったので使ってみて実際分かったことなんですが、海外旅行に行かれる1ヶ月前でも、もう3週間4週間何週間前でも、インストールした日からプランが始まるわけではなくて、プランが始まる日っていうのは、日本から海外に行って空港に着いて1と2をスイッチさせてデータローミングをオンにした時からなので、準備周到で行きたい方は事前に、例えば旅行の1ヶ月前とかにもインストールを完了させてしまって、実際に着いた時にここをオンにして、そこから1週間プランがスタートとか1ヶ月プランがスタートっていう風になるので、そこを覚えておいてください。例えばアメリカからラスベガスに行きたくて、ロサンゼルスで乗り継ぎをする際に、ロサンゼルスでそこのスイッチをこうオンにしたら、ここからそのプランがスタートします。一方で、日本からロサンゼルス経由ラスベガスで、ここのラスベガスに着いた時にここのスイッチをオンにしたら、ここから契約の時間がスタートすることになっています。なので、日をまたいで移動する際に1日でも節約したい方は、乗り継ぎの空港では頑張って空港の Wi-Fi を使って、実際に到着のところに着いた際にオンにすると、1日とか、まあ、何日かわからないんですけど、そのようにプラン開始の時間をこちらでコントロールすることもできます。有効活用編としては、その空港に夜中着くとして、空港の近くでホテル宿泊して、その次の日から移動するっていう風になった時には、日が変わる1日目は空港の Wi-Fi とかホテルの Wi-Fi で過ごして、次の日の朝になった時にその Wi-Fi のエアロのデータローミングをオンにすると、その日からプランがスタートします。私のチャンネルの動画を見て、これからあなたの海外旅行がどん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 ストレスフリー、トラブルフリー、いらない準備時間を節約して、本当の本来のあるべき旅行のところ最大限に楽しめるようになるので、ぜひチャンネル登録お願いします。今回は eSIM の使用方法について説明しました。今回の動画で少しでも皆さんのお力になれていたら心から嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。